ディズニーマジカルダンスオンドリームステージはセガ発売のディズニーキャラクターを起用したトレーディングカードゲーム方式のダンス音楽ゲーム。2007年11月29日より稼働開始2009年9月頃にサービス終了となった。セガとウォルトディズニージャパンとがライセンス契約しディズニーキャラクターを起用したダンスゲームにカードゲーム要素を融合させたキッズカードダンスゲーム。 ゲーム筐体は、従来の、オシャレ魔女、ラブベリー等のスキャナータイプの全部画面にステージ、ダンススイッチが増設されているタイプ。難易度とキャラを選び、踊るキャラクターカードとサポートキャラクターカードをスキャンする。曲を選択し、画面キャラのステップを手本に音楽に合わせ、フットスイッチを踏んで、ダンスをし、クリアラインを越えればクリア。1ゲームで3ステージまで遊ぶことができる。 ゲーム登場のオリジナルキャラクター。踊りが大好きでダンスのお手本を見せてくれる。ステージごとにカードデザインが変更になっている。ポピッチュはジュニアアイドル3人組のダンスユニット。ゲームのイメージキャラクターとして CM やイベント等で起用された。ディズニーズマジカルダンスは仲良しで2008年4月号から2009年5月号まで連載されたコミック。 作画は小高直主人公は凛。単行本は全2巻発売。第1巻に限定カード付き。公式サイトでも出張版4コマ漫画が7話配信された。ありがとうございます。